料でなんか全座席間なのに、うん、なんかたまたま友達に1回だけそのカラーセラピーのなんかそのモニターに1回なってもらった時に、うんうん、なんかまたやってねって言われたらなんかお金欲しいなとかっていうなんかすごいなんかせこい考え方がでなんかこう出てしまって、うん、なんかあでも友達だからなんか2回目からはちょっとでもなんかもらいたいなとか言ってみようかなとかいやでもまだ全然でまだ練習期間で自分もまだ自信がないから、うん、やっぱりもうちょっと練習してさせてもらおうかなと思って、うん、違うやり方でちょっとあのこの間やったのとは違うやり方でちょっと試してもらっていいってお願いしようかなと思って、うん、気持ちが変わったり閉じたり、うんうんうん、そういう感じ、うんうん、そっか。でまず香里ちゃんはね、お金いただくことに対してどう思ってるか。さっきせこい考えって言ったけど、そう、うん、お金いただくことってせこいことなのかな。せこいことじゃないと自分が出す時もそんな気持ちでそんな出してないからせこいと思ってないけど、うん、その自分の技術がそのお金に見合ってるのかなっていうなんか迷いみたいな、うんうんもあるのと、うん、なんか友達とかになるとなんか逆にいただきにくいというか、なんか、うん、なんかそのちょっと違うポジシなんかこうちょっと友達っていうのでまたもらうもらわないっていうのがちょっと違う風に捉えちゃってる気がします。うん、友達だとどうするべきだと思う？なんか。お金を返していいのかなというか、うん、ちょっと言いにくいというか、うん、なんか自分の気持ちというかなんかちょっと伝えにくいというかその関係が壊れないかなっていう怖さみたいな、そのお金ちょうだいって言ってええー、みたいな、なんか、うんうんうん、なっちゃわないかなっていうちょっと恐れみたいなのもあるかも。じゃあ香里ちゃんはお金を返したら、友達とお金を返したら関係が壊れるかもしれないっていう不安があるのね。そうですね、まだそういうのをしたことがないっていうことで、うんうんうん、知らないから怖いっていうのかもしれないですね。うんうんうん、そっかそっか、うん、じゃあ自分のお友達がクモンかなんかやってて、はい、数学教えてくれるって、いや友達だからいいよねっつって無料で教えてもらう？いやそれはないです。ないよね。払います。うん、払いたい。それは自分にも当てはまるんだよね、はい、自分の提供するものを堂々と、はい、うん、で友達だからいいよねって言う人と関係続けたいかとかね。うん、こっちだってさ、ヤウエやってる友達にさ、いや友達だからトマトいいじゃんっつってトマトくらいいいじゃんみたいな、うん、それと同じなんだよね。うん、そうですよね。そっかそっかそっか、うん、そこをいつも思い出して、はい、友達が例えばなんだろうね、あと目に見えないものを提供してる、例えば友達がカウンセラーで、はい、うん、私どうしても苦しいから聞いてほしいって、で香里ちゃんはお金を払いたくないのか、その人がいつも提供してる、それはもちろん払いたいなと、うん、なんか思う、うん、でね、ここかもしれないよ。香里ちゃんが目に見えないものにてこうそういうメニュー出してる、サービス出してる人にお金払うときに、なんかこうどういう気持ちで支払ってるかとかね、うん、それを心地よく払えてると自分も
八百屋さんとかと同じように払えるかもしれない、もらえるかもしれない。うん、うん、私さ、自分が受けたカウンセリングはスクールカウンセリングで無料だったのね。はい、うん、それで得したとか全然思ってなくて、めちゃめちゃ払いたいだったの。なんかこんなに変わるものなんだと思って、うん、あれよく無料で、なんていうの、まあ、学校側がねカウンセラーにお支払いしてるんだと思うんだけど、いや、これすごいことだよって私思って、自分はそう思ったのね、カウンセリング受けた時に。うん、だから私も堂々とお金いただいてるんだけど、うん、うん、だからまあ慣れもあるし、かおりちゃんのその思い込みもあるだろうし、はい、うん、うん、なんか損したくないみたいなところがやっぱあるのかな、なんか恥ずかしいけど、なんか、うんうんうん、あるのかもしれないよ、うん、うん、なんか、うん、ありがちなんだよね、だって目に見えないものだから。はい、うん、ただそのものもさ、目に見えないものも自分の気持ちの変化があるものなんだよね。例えば私たちコンサート行くとさ、コンサート行く前から楽しい気持ちになるじゃない。はい、でもうその楽しみたるや、もう何週間にもなるんだよね、当日だけじゃなくて、何着ていくとか、はい、グッズ何買うとか、うん、そういう楽しませてもらうもの、自分が元気になるものに対してお金を支払うっていうことがこう当たり前に思ってくると、うん、自分の提供しているものがものじゃなくてね、目に見えないものであっても堂々とね出せるし、またそれに対して支払えるしってなってくると思う。うん、自分の練習というか、そうそうそう、なんかこう、かなって思いました。うんうんうん、経験が足りない感じ。うんうんうん、うんうんうん、うん、物質ばっかり見てるか。うんうん、物質ね、そうだよね、うん、物質だと分かりやすいじゃん、こう目の前にあるから。うん、うん、そ, うそうそう、だってバンジージャンプだって、あの恐怖の体験にお金払ってみんなやるんだ よ, そうですよ、ね、恐怖を体験したいからわざわざ死ぬかもしれない、あの契約書書いて、死んでも責任取らせませんみたいな契約書書いて、わざわざ恐怖体験するんだもんね、ジェットコースターとかも。 あれが、うん、普段恐怖体験できないからってするんだよ、うちの母もね、やりたいっていう、うん、今こう生ぬるい生活すぎてもうやりたいっていうのねだから人ってわざわざ喜怒哀楽体験したいんだよ。うん、恐ろしいあのお化け屋敷とかさ、わざわざ行って、はい、キャーとか言いたいの、そういう体験にお金払いたいの。うん、面白いよね、喜びを体験するためにお金払うし、楽しみを体験したくてディズニーランドにお金払うし、悲しみを体験したくて映画わざわざ泣けるの借りて泣いてみたりね。うん、どっかでこう一回デトックスしたいってあるんだよね。はい、うん、モヤモヤしてたらその解決するのカウンセリングかもしんないし、はい、うん、すっきりしたっていう気持ちが得られる対価として、うん、お金支払ったりするよね。あ、気持ちになんかこう目線が、うん、目線が私ちょっと足りてなかったというか、そのなんか動くもの、うん、うんうんうん、さっきお話聞いて、なんかその、うん、あ、そうそう、気持ちのやり取りやりた、あ、そっかってちょっとなんかこう、うん、分かったようで分かったふりして、なんか、うん、分かってなかったなって、そのさ、なんかバンジージャンプのその気持ちだったり、うんうんうん、そのお化け屋敷もそっかと思って、そう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 、わざわざお金払うんだから当たり前に払うでしょ、だってバンジーさせてくださいっつって。あ、そっかそっか、うん、結構高いよね多分、崖の上まで登ってさ、うん、富士山登るのだったらお金かかるでしょ、入山
わざわざ苦しむね、ね、体力使って苦しいって言いながら登るんだよね。だからさ、人って三大欲求とかいろいろあるじゃない、あの気持ちとか、それ満たすためにお金払ってるよね。ああ、食欲とか、そう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 、うん、そう思うんだよ。気持ち満たすためにお金払う、うん、こういう気持ちになりたいから払うって全部そうだと思うんだよ。心地よい生活したいから家賃払うとかさ、そうじゃなければあのホームレスでいいんだもん。うん、うん、あったかいもの飲みたいから自販機であったかいほうじ茶買うっていうのもそうだし、うん、今ないけどこれ買ったら自分はこういう気持ちになるなと思って支払う、うん、それを提供してくれる人がいっぱいいてね、うん、だって性欲満たすんだってみんなあれこれ工夫してね、お金払っても行ったりするじゃない、ビデオ借りたりそういう風俗行ったり、うん、ね、わざわざあのホテル取って眠るためにね、うん、素敵な環境を買ったりね、うん、面白いよね、うん、なんか気持ちをすごいメインで考えるとすごいなんか、うん、なんかすごい分かってきたというか、なんかあーってそのメインでその気持ちの方を前面に考えてなかったからなかったなっていうか、うんうんうん、その普段の生活のそのものを買うとか買わないとかも、うん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 、なんか いっぱいなんかこう読んでなんか分かってたつもりだったけど、うんうん、なんかこうって全然分かってなかったとか、なんかこうその奥の方の気持ちまで思いを馳せたら、うん、なんかすごい幸せというか、なんかああそっなんかこうありがとうみたいな気持ちに、うん、なんかこう物を買ったりとか、うんうん、なんかするだけでもなんかすごいなんか当たり前みたいにこうなんか出してもらうとかじゃなくって、うんうん、なんかありがとうありがとうっていう気持ちになるなと思いました、うんうんうん、そうだよね、世の中ってそういうアイディア、愛情から出てくるアイディアでいっぱいだよね、うんうん、でそれを無料でやらせてくれてる人もいるし、有料で出してる人もいるじゃない。なんか、はい、あの例えばベンチとかもさ、ただでさ、ここで座って休んだらあの体元気になるでしょって言ってベンチ置いてるところもあれば、有料でその空間にお金支払ってあの個室とか取って、そういうのもあるじゃない。どっちもあるよね、私たち選べるんだよね。うんうん、だって水だって自分の家から持ってったら、まあ水道料金払ってるけど、水なんか水道から出していいじゃない、ペットボトルに入れたら。でもね、あの自分がこう楽できるから自販機で外出先で買うっていうのは楽できるからそうやって買うじゃない。うんうん、家のお水より美味しいっていう理由で買う人もいるだろうし、うん、なんかね、世の中そうだよね、いろんなサービスで溢れてる、うん、なんか幸せだなと思う。幸せだよね、はい、うん、ほんとそうだよね、そうそうそう、うん、これそういつも思い出してみて、はい、うん、これさ結構みんなこうぶち当たる壁だから、はい、かおりちゃんの今日のお話、うん、ありがとうございました、うんうん、なんか何喋ってんだろうみたいな感じで、なんかこう初めなんかな、自分でもなんかやってないのに、言ってることが分からなくなりながらでもなんか、うん、なんか最後幸せな気持ちになんかちょっと
なったね。うん、だって私の提供してるメニューもね、あのものじゃないから、はい、うん、結局みんながこう変化してくれたり、なんか良かったっていうのがこうなんだろう、結果がそれだから、うん、はい、よかったよかった。私はおしゃべりでお金いただいてますから。あ、なんかすごい幸せな幸せな気持ちになったでしょうね。これ私、いやいやそんなことないってって言って受け取んないと全然ね、仕事にもならないし、うん、これをボランティアでしたり有料でやったりしてるわけ、うん、じゃあかおりちゃんありがとう、なんかすごく素敵な質問で、うん、はい、ありがとう。